こんにちは、親父の家のジジイです。2024年プロ野球開幕も近くなってきました。横浜 DeNA ベイスターズから新春ハッピーキャリーというセットものが送られてきました。これを開封していきたいと思います。出てきたものはこれです。キャリーケースみたいです。この中にはうまくいくと選手の直筆のサイン、ユニフォームとかボールとか色紙が入っているとのことです。このキャリーバッグ、これを開けてみたいと思います。これがバッグですね。ベイスターズカラーのキャリーバッグ、こんな感じです。ここに開けていくとあるそうです。では開いていきます。お、入ってそう。では開けます。じゃじゃーん。まず最初に出てきたのは、これは何だ、横浜ベイスターズカラーのですね、ウィンドブレーカー、昔でいうジャンバーですね。これ一つ、それから二つ目がこれ、これは何だ、ネックピロー、首に巻いて旅なんか行った時、電車や飛行機に乗る時にここに空気を入れて首に巻くやつですね。首が負担がかからないように、これです。とかこれ空気入れるとかあるのかな、ここなんかある。から穴から空気を入れるのかな。これはケースを留めるバンドですね。ケースを留めるバンド、そしてお、これはなんだ、あ、これはこのケースにこうかぶせるようなやつですね。かぶせる、ここチャックがあるんで、こう開いて入れるみたいな。で次が
色紙だ。出ました。この色紙51番だから、これ宮崎、わ、宮崎選手の色紙が出てきました。これはいい。からここに開けるところがあって、よいしょ、ここ開けてみますね。中に何が入ってる、あれ、ここは何も入ってない。こっちか、こっちをこう開ける。ここは何も入ってない。以上ですね。ここに遠征なんか行くときユニフォームとか下着とか入れるとこですね。こう閉めて、ということで、このベイスターズカラーのキャリーバッグ、私は今年旅にたくさん出ようと思います。このアイラブ横浜、このベイスターズカラーのキャリーバッグを知ってる変なジジイがいたら、私だと思って声をかけてください。それではバイバイ。